強いフィジカルを生かした対人能力を武器に日本代表へと駆け上がった森田秀政。今回はそんな森田秀政の面白いエピソード50連発を紹介していきます。森田秀政の妻はモデルの藤坂玲奈さん。ホワイトデーには良き夫として妻孝行した様子を公式インスタグラムで公開。森田がポルトガル料理を振る舞ったようで愛犬とのスリーショットを投稿した。ファンからは素敵、美味しそう、奥様の大変さがわかるなんてと、綺麗に並んだ料理とともに収まる家族ショットに称賛の声が寄せられていた。サッカーだけでなく家族との時間も大事にしているようだ。元川崎フロンターレのチームメイトである谷口、旗寺と食事に出かけた写真をインスタグラムに上げた森田秀政。コメント欄には伊藤純也から一言、呼べよとのこと。このコメントに純也くんの呼べよ最高などの声が上がっていた。また日本代表の練習風景が SNS に投稿されたところ、南野匠のヘアバンドにいたずらをする遠藤航と森田の映像が捉えられていた。二人のヘアバンドのいたずらに関しては毎回恒例行事のようで、楽しみにしているファンも少なからずいる様子だった。そんな森田は2023年の振り返り写真を公式 SNS に公開。その中には代表移動中に寝ている久保建英選手のドアップショットも含まれていた。この投稿に久保本人は、おいー、俺だけ2枚乗ってて嬉しいなぁとコメントし、森田は愛だねーと返信している。またファンからは、タケ可愛い、貴重なオフショットと様々なコメントが寄せられていた。久保の代表での移動や開催日程に関する発言が話題となった。代表選手の過酷な長距離移動について森田曰く、まあそれが代表ってもんだと思うときっぱり。それぞれ事情があってもパフォーマンスを発揮し、代わりに出る選手も実力を発揮すればチームとしては問題ないと発言していた。キリンチャレンジカップ終了後には伊藤純也が SNS を更新。応援ありがとうございました、タケ、メルシーとアシストをした久保にコメント。これに対して森田は一言、俺のおかげとコメント。2000以上のいいねが送られていた。同じ試合後に久保建英も SNS を更新。応援に対して感謝の意を述べる一方、チュニジア戦の写真計7枚をアップした写真を見た森田は、俺と撮らんでいいんとコメント。久保からは、事務所 NG ですと切り返されていた。久保建英との仲良し SNS 投稿は他にもあり、森田秀政のインスタグラムに久保との食事の写真を投稿しており、久保のインスタグラムのストーリーにも、ポルトガル楽しみだなぁとコメントしていると、ファンの間では、タケはポルトガルに行くんかなと話題となった。2022-23 シーズンを飛躍の1年として終了した森田。妻の藤坂玲奈さん、愛娘との写真をインスタグラムにアップすると、川崎ミッドフィルダー脇坂康人が金ネックレス似合いすぎて引いてると元同僚だからこその軽快なツッコミ。ファンからは素敵、幸せそうで何よりといった声が上がっていた。新シーズンの開幕に向けて SNS に投稿した森田。内容は新シーズンに向けた意気込み等を語っているが、ファンは内容よりも日焼けして黒くなりすぎた森田の写真に反応。あまりの黒さに、ちょっと焼けすぎじゃない？なんて黒いの？という声も集まっていた。森田は川崎フロンターレ時代、特別指定選手となった際のインタビューで、あなたの必殺技はと聞かれ、耳を動かせることと答えていた。同様のインタビューで趣味を聞かれた森田は、映画鑑賞と答え、好きな映画はタイタニック、好きなテレビ番組はダウンタウンナウの本音ではしご酒と答えた。インタビューで好きな女性のタイプはショートカットで優しい人と答えていた森田。妻の玲奈さんは結婚後から徐々にセミロングからショートカットに髪の長さが変わってきており、現在はショートカット美人になっている。森田の好きな言葉は気遣いであると答えている。ポジション的に全体を見ることが求められ、職業柄と言うべきか。そして愛犬の名前は麦という。夜中に娘が泣いていて、森田があやしていたところ泣き止まず、妻が抱っこするとすぐ泣き止んだそう。その姿を見て、ムーちゃんは俺が一番好きだもんなーと言っていたそうだ。さらにサンタクララに移籍した際は、ポルトガルの小さな島が拠点となり、鬱になりそうになった森田と妻を救ったのは愛犬の麦だったと語っている。森田は試合前にコーヒーをかなり摂取するとのこと。理由は集中するためであり、コーヒーを楽しむのではなくカフェインを注入するイメージとのこと。森田がカタールワールドカップで毎日のように行っていたのが、ソフトボールを使用した独特なケア方法。理由は股関節やお尻の周りをほぐすためだと語っている。過去に無免許運転で検挙された経歴がある森田。実際は免許更新を忘れていて、免許失効となっていただけらしい。森田はコロナ期間中、リーグ戦後の代表戦までの移動に間に合わないため、サッカー協会が用意したプライベートジェットで移動しており、プライベート森田と言われていた。そんな森田の家族はテニス一家だったこともあり、幼少期からテニスをしていた。しかし5歳上の兄の影響でサッカーを始め、最初は高槻清水 FC という地元のチームでプレーしていた。父親はテニスの元国体選手であり、相当のテニスの腕前だったとのこと。以前インタビューで、あなたにとってのヒーローはと聞かれ、父親と答えている。ちなみに同インタビューで、この世で一番怖いものを聞かれた際は母親と答えており、最後の晩餐は母親の手料理が食べたいと答えたそう。
実はガンバ大阪のジュニアユースの試験を受けたそうだが、結果は不合格だった。森田の出身高校は金光大阪高校であり、難関私立大学に多く合格している進学校だった。卒業生には同クラブ先輩の家永明宏等多くのプロサッカー選手を輩出している。高校時代に2度の違反で坊主にさせられたことがある森田。一つは高速では禁止されていたジェルを使用してしまい坊主にさせられた。もう一つは彼女と自転車で二人乗りしているところが見つかり坊主にさせられたことがあった。サッカー一筋かと思いきや青春をしっかりと謳歌していた。そんな強豪校に進学した森田だったが、在学中は全国大会に一度も出場することは叶わなかった。プロの目に留まることもなかった森田は、プロを目指して大学進学を決意した。セレクションを受け、一から這い上がった森田。流通経済大学で大きく成長し、大学ナンバーワンボランチに成長。そして、大学4年生時に全日本大学サッカー選手権に優勝し、自身は大会最優秀選手賞を受賞した。高校時代の恩師は森田について、責任感が強くキャプテンを務めていた。技術的にはそこそこだったが、めちゃくちゃ走れて学校全体でトップクラスだったと語っていた。また、入学時には波よりやや上の選手で、プロでやれるようなレベルではなかったとも語っており、実際高校からプロ入りすることは叶わなかった。しかし、流通経済大学に進学後、守備の技術を身につけ、大きく成長することに成功した。森田は大学時代に自分に課したルールがある。それは4年間恋愛禁止であり、それもあってか全日本大学サッカー選手権で最優秀選手賞を受賞したが、その代償として女性との駆け引きがほぼゼロとなってしまった。川崎フロンターレに入団して半年経っても彼女ができなかった森田だが、女性と食事をする機会があった。しかし異性とのトーク力が落ちているため全く盛り上げることができず、女性からこんなおもろない大阪人おるんやと言われた。そんなきつい言葉をもらった森田だが、おもんない関西人といった女性が試合観戦に来ることになり、試合頑張ってくださいと森田に直接連絡が来た。その女性こそ未来の妻となる藤坂玲奈さんであった。大学4年生の時、森田は当初ガンバ大阪に行きたいと考えていた。しかし熱心に誘ってくれた川崎フロンターレの練習に参加し、俺が一番下手やと衝撃を受けた。ここにいたら間違いなく上手くなると思い、川崎フロンターレの入団を決意した。川崎フロンターレに入団した森田だが、川崎基準の止める、蹴るの基本を習得するのに2年かかったと語っている。川崎フロンターレ時代はまだ自分の準備が甘かったと語っていた森田。今日は集中しすぎて脳がやばいぞという試合が数試合あったが、その際はキックオフ直前に水風呂の中に頭を突っ込んで冷やしていたと語っている。そしてスポルティングに移籍後は、頭をクリアにするためにウォーミングアップ後、氷をおでこ、首筋、両脇、膝裏に当てて冷やしていた。極度に冷やすことで上がった体温を一旦リセットするためにしていることだという。妻のレイナさんはアスリートフードマイスターの資格を有しており、森田の食事面でのサポートも万全である。その後スポルティングへ移籍した森田一家。スポルティングはポルトガルの首都にあり、環境面は充実しており、あの島を経験しているからこそ今は天国ですと妻は語っていた。森田がチャンピオンズリーグデビュー戦での出来事。どこか緊張していたのか、いつもより 1,2 杯コーヒーを多く飲んだという。しかし視野がボケて前半フラフラしてハーフタイムに吐きに行ったところ、後半スッキリしてパフォーマンスが上がったと語っている。スポルティングでも絶対的地位を確立している森田。監督曰く、森田は常に仲間に敬意を払い、1日1000回も謝ったりするんだと語っている。ポジションの都合上、ファールを取られやすい森田。イエローカードの数は年々増えており、サンタクララに在籍していた20、21シーズンはイエローカード1枚だったのに対して、スポルティングに移籍した22、23シーズンにはイエローカード7枚を記録している。森田には自分のサッカーに対するこだわりがあり、それはボールを持つこと、相手を見てサッカーをするということは僕にしかできないことだと思っており、そこに自信を持っていますと語っている。森田のサッカー知識はすごいと語るのは久保建英。話していてサッカーがすごく詳しいと思う。僕の知らないようなことも逆に聞かれるので困る。自分よりサッカー知ってる人に聞かれると、久保も相当サッカーに詳しい方だと思うが、久保を凌駕するサッカー IQ の持ち主が森田という男である。日本代表がキリンチャレンジカップの際、森田ら日本代表が子供たちにファンサービスする様子が公開された。ハイタッチに来た森田に対し、子供たちは伝説の森田選手と大興奮。森田はそれを聞いて、伝説のポケモンみたいやんと突っ込んでいた。カタールワールドカップのドイツ戦ではコンディション不調で出場がなかったものの、第2節のコスタリカ戦、第3節のスペイン戦ではスタメンからフル出場を果たした森田。これがサッカーで、だから好きだ。次は自分が勝たせられるように、俺たちならやれると語っていた。これに対し SNS では、泣ける、そのマインドにブラボー、信じてると応援する声が寄せられた。ずる賢さという技術という自伝を出版している森田。サッカー IQ の高さから、いい意味でのずる賢さが海外移籍で身についた武器の一つであろう。
アジアカップの開幕が近づく中、口の前で両手を組んで口を隠すようなポーズを披露。これはスポルティングのチームメイトのスウェーデン代表フォワードビクトル・ギョケレシュがゴールを決めた時に見せる動き。森田は自身の SNS で、これからはこのパフォーマンスでいきます、これは僕のですのコメントとともにこのポーズの写真を添えている。これに対してギョケレシュも、森田あとはゴールするだけだと反応していた。2024年、アジアカップカタール大会の代表メンバーに選出された森田、前回は途中離脱をしており悔しい思いをしている。今回は素晴らしい活躍を期待したい。というわけで、今回は森田秀正にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。